2番線ドアが閉まります。ご注意ください。皆さん、こんちんバイクは、こんちんバイクはラララララララはい、こんにちはす。毎度何これ関西弁やん。関西弁か、うん、それはダメだね。それはあかんな。ちょっとねえねえねえ、この色ちょっと違いますね。うん、その色ちょっとちゃうな。ちゃうな。鳥の糞を食べてしまった。あんたほんまアホやな。ねえ、俺は本当にバカだね、俺は。ああ、そういえばさ、うん、旧正月って日本へ帰りますか？ううん、帰らへん。ピアさんは帰るん？うん、俺もう帰りません。はぁ、点火祭、うざよい、こーてえ？なんて？あ、俺はなんと言ったっけ。もうすぐお年玉をもらう季節だね、旧正月は。ほんで？あー、それで？それだけだ。ねえ、ゆか先生、うん、俺の日本語は上手いでしょ？うん、ギアさんの日本語はえげつない。そう、やばいでしょ？やばい、えげつない。ねえ、これまだ使う？うん、それほかしといて。オッケー、捨てますね。うん、くし。なあなあなあ、見て、うん、これな、皿やねん。新しい？いいなあ。せやろ。あ、電話だ。ちょっと待ってね。今撮影してるから、それ直しといて。あ、じゃあ、しまっとくわ。ごめんね。はい、皆さん、ではでは、関西弁はいかがですか？もし、関西弁は難しいなぁと思う人がいましたらですね、この動画を見て勉強してくださいね。勉強しいや。では皆さん、見てくれてありがとうございました。おきに。あ、てか、そろそろ旧正月だね、ベトナムの旧正月。どう？ゆか先生、国へ帰りますか？うん、帰んで。帰る。皆さん、いよいよですね、ベトナムの旧正月なので、皆さんにとって良いお年になりますように、来年も僕の動画を応援してくださいね。よろしくお願いします。では、皆さん、良いお年を。良いお年を。じゃあねー。バイバーイ。